写真拡大。ソフトバンクは28日、アリエル・ミランダ投手、ロベルト・スアレス投手と来季契約を結ばないことを発表した。ミランダは来日2年目の本季は18試合に登板し7勝5敗、防御率 4.19。 来日3年目のスアレスは本季9試合に登板し0勝4敗、防御率 5.74 の成績を残していた。フルカウント編集。